短慮はダメだな。ちょっと腹膨れになって。お疲れです。レイピアでしゃい。もうちょんも一番おめ。わみ、金閣寺、コンテありがとう。信号、組合。わみちゃん、お茶せんありがとう。T ジャックス。写真。はいよ、組合もお茶店、どんのっちょもお茶店、ありがとさんです。ノーリオちゃん、いらっしゃい。ゼロさんも、お疲れ。お茶店ありがとう。ノリちゃんも、お茶店ありがとうございます。シソチャーさん、お茶店ありがとうございます。ロアいらっしゃい。高畑亮太さん、お茶店ありがとうございます。202もいらっしゃい。こんばんは。ホタちゃん、こんばんは。おう、田中正宏からな。もう最後までヒヤヒヤだよ、あれ。おう。ヒヤ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 だよ、ほんとよ。認識は高騰してるけどよ。いやあれやっぱな、あの大山のあのファインプレーがすごかったな。ハゲちゃんもいらっしゃい。あれはファインプレーだよ。やっぱあれよ、甲子園がホームのチームだから取れるんだろうな。よそのチームだとボールの流れが分かんねえもんな。どんだけ流されんのか。交流戦の覇者はおそらくヤクルトだと思う。ああ、でもヤクルト、なんだろうね。スイッチ入っちゃったのかね。ミブ、お茶店ありがとう。ケッチいらっしゃい。それよりよ、岩崎、なんで、ね、あいつをさ、ね、ケツに持ってくんの？なんか、ピリッとしねえよな。三人で終わんねえもんな、あいつな。いや、あれね、あれよ、宮崎よ、あれよ、取れてなかったら、下手すりゃスリーベースになってるよ。うん。中野がそれでスリーベースだったろ？相手の方が。ちょうど同じような感じで飛んでってたんだから。うん。ましてやよ、大山あれ、当たって落っこってひっくり返ってんだから。ボールなんかもね、センターを取りに行かなきゃ取れねえや。ああ、いい朝いいよ。うん。だから、あとなんか解説が言うにはさ、やっぱ経験積ませた方がいいって言ってるよね。将来のあれでしょ？クローザーでしょ？候補でしょ？はい、ナイアガラコンテありがとう。ジローターン、お茶店ありがとう。ジローターン、枠やってたの？行けなくてごめんね。うん、こちらこそ頑張って放送やってね。ライリー、こんばんは。巨人対オリックスどこでやるの？それ京セラじゃなくて、あ、東京ドーム。あー、東京ドームね。うん、
京でも分かんねえかんな。うん。ロッテ、セリーグのよ、バッターよ、佐々木朗希の球ビビるだろうな。多分。マジで。おそらく。なんじゃこりゃってなるよ。当たんねえんじゃねえの、多分。バンダンさん、こんばんは。高見ちゃん、おはようございます。岡本、村上あたりは分からないかもよ。まあ、まあ、あの辺はだって4回打席回ってくりゃよ、1本ぐらい何かしら打つよ。うん。ギータでさ、柳田、うん、あのスピードボールに真っ向強いのにね、真っ向と言わないか、めっぽうか、うん、佐々木、山本、千賀が投げる日は明け、もうさ、その、もう諦めから入るのはやめようよ。野球は何があるか分かんねえから。日ハムの調子がいいの。だからさ、やっぱね、波があるよ。そうだよ、ハゲちゃんマン。お前、せっかく坊ちゃん昨日お前、ハゲちゃんマンのブロック解除してくれたのによ。俺が解除したんじゃねえからな、お前。ハゲちゃんマンよ。坊ちゃんが解除してくれたので。あ、ハゲちゃんマン入ってるって言うから。ああ、入れたよ、つって。解除していいって。もう好きにしな、つって。ほぼ全部ブロック中だよ。だから一個だけ助かってんだろ。ああ、それだからバババってお前の ID がバババって並んでたのが、そのうちのどれか一個ピッて一個だけ助けてくれたんだろうよ。そんじゃねえとお前、もう俺がまたカチ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 じゃねえ、なんかなんねえじゃねえか。でほぼ俺しばらくは解除しないと思うよ。うん。ヤギ、ヤギちゃん、矢野監督、俺さ地味にさ、ライトにさ、島田入れたじゃん。あの島田の入れた時のあの、ライトライナースライディングキャッチバチンってハマったな、あれもな。うん。守備固めだろ？ああいう時っていうのはハマるもんだね。
交流戦見に行きたくならないですか。いやーでもな、あの人を見に行きたくねえんだよあんまり。秋山、どうだろうね。野球場で、うん。やっぱダメだな。いいよ、読まないからほっときゃいい。ダメなやつはだからダメなんだぜ坊ちゃん、うん、頭おかしいんだから。黙ってろむってりゃいいものをさ、それさえもできねえんだ。俺甲子園球場行くと最初は生頼んで、次からはあのあれなんだ、グレープ割りみたいのあんじゃん、グレープサワーみたいなやつ、勝ち割りの。今はまだ寒いからあんなのは飲まねえけど、西か岩崎。岩崎ってだって先発じゃねえじゃん。あ、給料の話どうなんだろうな。だよ、やっぱ今日もよ、大山よ、ファインプレーの後のよ、やっぱりよ、いいプレーした後乗っちゃうとよ、なあ、タイムリー打つもんな、パチーンってよ、お見事と思ったよ。でもよ、組合よ、ホームランバッターは率を上げ始めるとつまんねえ野球バッターになっちゃうんだよな。だそこが難しいとこなんだよ。うん、2割7分ぐらいまで上がってくれりゃいいけどな。まあ贅沢か、それだと2割6分ぐらいか。そうそうそう、組合な、うん、誰よ、吉田よ。今日も俺さ、球筋さ見えるじゃん、こうやってテレビで見ててもさ、あれどうして西の球に当たんねえのかね。ひょろって感じの球なんだけどな、あれバッター打てねえんだろ、当たんねえんだろうな。バシバシ三振取られてんだぜあのスピードで。ほんの少し動くんだろうなあれ、ボールが、おそらく。まあ西が投げるときはね、安心して見てられます。今日はもうちょっと点取ってやんねえとな、西、もうちょっと投げれたのに。うん、まだ100球いってなかったもんな、確か交代した時80何球だったんじゃないか。
あれ何が決め球なのかね。ツーシームっぽい動きはするんだよな。うん。ああ、すみれいらっしゃい。こんばんは。田中将大に競り勝ってんだから、まあ贅沢は言わねえけどよ。エース対エースだからな。うん。一応は一軍登録はされてんじゃねえの。もう行ったり来たりだからよ、わかんねえよ、阪神も。でも交流戦始まるんだから一応は上げておいてんじゃねえの。まあフォークもな、あースライダーね。スライダーもさ、すんごいスライダーとさ、ほんの少し動くスライダーとあるじゃん。ほんの少し芯外すぐらいのスライダーって嫌だよね。いやらしいスライダチェンジアップね。うん。スライダー、左バッターだったら左バッターの膝元のスライダーな。ボールになる、ストライクゾーンからボールに曲がっていくスライダーな。あれ振っちゃうんだよな、あれな。なあちゃん、こんばんは。うん、バッター的にはさ、まっすぐ来てるからさ、もうストライクゾーンで入ってくるからさ、振っちゃうんだな、あれな。で、膝元にキャッチャーが取ってる場所はもう完全ボールのゾーンだからね。当たんねえ、あんな。あの球威で押すタイプじゃないからさ、うん、コントロールがいいからね、西は。だってよ、キャッチャーの要求したとこに大きく外すようなボールって投げねえべ。すげえよな。今日はさ、てるちゃんも何にもダメだったしさ、うん、ちかもっちゃんは今日は仕事をコツコツやってたね。うん、カートリってうるせえよ、おめえこの野郎。
カトリの話なんかしてねえんだよ、おめえ。巨人ファンじゃねえんだよ、俺はよ。クソだよ。首突っ込んでくんなよ。野球なんかてめえ知らねえんだからよ。なるほど。おめえとなんか話す気ねえから。なおや、こんばんは。いや、藤波のバタ、あたりは、もう荒れ玉だから、もうその、9位で抑えるとか、そういう問題じゃねえと思うよ、もう。もう二盗塁してるよ、うん。まあ阪神は今のあのチカちゃんと中野のワンツーだ、まあ敵からしてみりゃよ嫌だと思うよあれで、中野バントもうまいしな、近本出たらもうピッチャーはめんどくせえぜ、うん、クラッカーありがとう、ありがとうございます。まあいいや、初戦取ったからいいや、うん、何 YouTube に藤波のデッドボール集があるんだ、かわいそうに、やめてやれよ。はい、ホタちゃんケビーおはようございます。ビクトリー、こんばんは。いやいや、今日はだから勝ったからよ。負けてるときはもうあんましない。うん。清原のデッドボール集、あの人は避けない人だから。だってあれじゃねえの、今はもう数字がどうなってるのか分かんないけど、現役の頃はデッドボール清原が一番食らってたんじゃねえの、うん、いまだにやっぱ清原が一番なのかな。歴代1位、やっぱり嫌な1位だな。ああ。いや、言ってえよ、そらよ。いや、微動だにしなかったですねっていうか、まあ、もしも避けたとしても当たるよ、あれは。うん。大概。そんなに俊敏な男じゃないから、清原は。手に決まってんじゃんよ、なのよ。中村
のりさん、あれだってのりさんはあれだもん、自由契約になって戦力外通告で自衛契約になって行くとこがなくなって落合が拾ってやったんだもん、中日の落合が。そのつながりだね。じゃなかったらどこも取る球団なかったんだから。もう邪魔しねえでくれよ、人の配信。クソが。中村のなんかこうホームラン打った後のさ、バット投げる姿かっこよかったよな。うん、なんかそのイメージしかないな。綺麗にバット投げるもんな。うん、ファンが多いっていうか、うん、だから近鉄だったからね、バファローズだったからね。まあそりゃ戦力外にあんなバッターでもなっちまうんだなっていうのはちょっと恐ろしいよね。それでも拾ったらまた打つんだから、よくわかんねえ野球は。あ、そうなの、組合。それ知らなかった俺。お、俺の豆地に入れとこう。マジで。確かに、あの近鉄の帽子のデザインかっこいいもんな。他のチームみんなしょべえのにな。あ、そうなんだ。だからあそこだけなんかちょっとかっこいいんだな。おう、なるほどね。ヤギ、アマの巨人行った？岡本太郎記念館にいまだに近鉄帽子売ってますよ。ああ、だからそのデザインしてるから、岡本太郎デザインだからってことでね。吉田、体格もちょっと似てるよな。ああ、あとさ、あれ中村ってあれサード守ってなかった？バリバリの頃。あんな体格でもよ、めっちゃ動き早いんだよな、あいつ。じゃなかったっけな。
記憶違いかな。ああ。あ、ゴールデングラブ取ってんだ。しかしよ、大山は器用だな。ファーストも、サードは守れるだろ。で、ファースト守るだろう。で、今日だってファインプレーだろ、レフトで。こなすよね。特に俺なんか思うけど、ファーストがね、一番難しいと思うよ。うん。やること多くて。